日南線は、宮崎県宮崎市の南宮崎駅から、鹿児島県渋市市の渋市駅までを結ぶ、九州旅客鉄道の鉄道路線である。日南海岸沿いやワニツカ山地を縫って走り、宮崎県南部や鹿児島県東部の市町を結ぶ、交絡地域輸送路線である。日南線内では、南宮崎駅と、電気地駅のみ、IC カード、守護家が、 利用可能である。一般向けリアルタイム列車位置情報システム、どれどれは、南宮崎駅田吉駅のみ、宮崎空港線として、列車位置情報が、スマートフォンアプリで配信されている。全線加児島支社の管轄である。平均通過人員、旅客運輸収入は、以下の通り。起動車を使用した南宮崎方面チンタを、渋方面と、 電閣間のみを運行する電車を使用した宮崎空港線直通列車の2つの運転系統に分かれるが、校舎でも特急に関しては宮崎空港線分岐駅の田吉駅に停車しないため、全車の運転系統のみが日南線の列車として案内される場合が多い。ここでは、主に宮崎空港線へ直通しない列車について記す。 ほとんどの列車が南宮崎駅から隣の日豊本線宮崎駅まで乗り入れる。朝ラッシュ時には日豊本線佐渡原駅、高鍋駅まで乗り入れる。すべての普通列車でワンマン運転を実施しているが、日中の一部の列車には乗車券の発行のために車掌が乗務し、特別改札を実施する場合がある。宮崎駅渋谷駅間の 全区間を走行する列車が運転されているほか、宮崎駅、南宮崎駅、沈田尾駅、油津駅、南郷駅間と油津駅、渋谷駅間の区間列車が運転されている。宮崎駅、南宮崎駅、油津駅、南郷駅間は、区間列車を含めて、おむね1から2時間に1本程度運転されているが、 南郷駅渋市駅間では日中に3から4時間ほど運転されない時間帯がある。また、梅雨期、台風シーズンには、雨量計が規制値を超えて運転見合わせになることもある。宮崎駅渋市駅間には、快速、日南マリーン号が1日1往復設定されている。2017年のダイヤ改正により、下り列車が帯駅から、 各駅停車となったため、快速区間は南宮崎駅帯駅間である。また、下りは宮崎発渋市駅、上りは南郷発宮崎駅であったが、2021年3月13日のダイヤ改正で上下とも宮崎駅渋市駅間の運転になった。2009年10月10日から観光特急列車、海幸山幸が、 宮崎駅南郷駅間で運行されている。車両は、廃止された高千穂鉄道より譲渡された TR-400 型沖波125系400番台へと改造して使用している。電気地駅から、先の油津、南郷方面では、初の特急列車運転となる。非電化区間の田吉駅渋市駅間を走行する、普通列車には、国鉄時代に製造された、 キハ40系が使用されている。なお、キハ125系霊番台や、キハ200系などの民営化以降に製造された車両は、運用に入ったことがない。2016年12月22日より、スマートフォンアプリ、JR 九州アプリ内において、リアルタイム列車位置情報システム、どれどれが、運用開始された。 日南線の閉塞方式の都合により、南宮崎大電基地間のみ対応し、宮崎空港線として配信されている。南宮崎駅田吉駅間には、宮崎空港線と直通する列車が多数、運転されており、南宮崎駅から、日豊本線の延岡方面まで直通している。日豊本線の特急列車も一部が直通している。特急は、 南宮崎駅のみ停車し、宮崎空港線分岐駅の田吉駅を通過する。なお、田吉駅は、新田尾方面と宮崎空港方面の接続は完全ではない。北郷渋士間は、当初、渋士線の一部として開業した。このうち、帯油津間は、 宮崎県営鉄道帯線という期間 762mm の軽便鉄道として開業した路線を改正鉄道付設法の予定線に重なることから1935年に国有化し、その後支部支線として新線に切り替えたもので、一部は実質的に改め期したものである。南宮崎北合間は1963年に開業した。 これは、宮崎交通が1962年に廃止した、南宮崎内海間の線路跡を利用したもの。この時に、渋士線とつながり、渋士北豪間を編入して、南宮崎渋士間が、日南線となり、渋士線は、サイト上渋士間となった。日南線の終点となった渋士駅は、日南線の他にも、渋士線。 大隅線が合流する交通の要衝で、機関区を要していたが、1987年には、渋士線、大隅線が、特定地方交通線として廃止され、1990年には、東方へ移転して一線のみに縮小された。2008年度分の統計によると、日南線の輸送密度は851人、日であり、JR 九州の路線のうちでは3番目に少ない。 この数字は、特定地方交通線として廃止された、渋士線と大隅線の廃止対象とされた、当時の輸送密度の半分程度である。なお、日南線自身は1968年に赤字83線として、選定されたが廃止されなかった。国鉄末期の特定地方交通線選定の際、当初は、第三次特定地方交通線に選定される。 予定とされていたが、1987年時点で、代替輸送道路が未整備だったため、第三次廃止対象特定地方交通線から除外された。便宜上、直通列車の多い日豊本線宮崎駅からの区間を記載。累計営業キロは南宮崎駅からのもの。ありがとうございます。